おはようございます。ももこさん、おはようございます。7月5日金曜日、朝の電動放送です。リエさん、ハレリア、おはようございます。今日は、ちょっと曇っていますが涼しいです。雨も降ってません。ルルさん、まるちゃん、おはようございます。今日は非常に、過ごしやすい感じです。九州ではだいぶ雨が降って大変だったと思います。本当に、いろいろな状況があると思いますが、災害に遭っている人たちがイエス様に守られてほしいと思います。あんかけさん、野猿さん、ゆうさん、スミソニアンさん、おはようございます。アメン。それではですね、空の様子ですね。この場所は一番、電波が安定して、電波が安定していい場所です。あやぽんさん、おはようございます。今日はですね、一期一会、ちょっとですね、キリスト教と、関係ない言葉なんですが、これはですね、茶道ですね、茶道のですね、言葉ですね、一期一会。この一期一会というのは、一期というのは一生という意味なんだそうです。一生で一回会うという、その茶道でですね、お茶でお客さんが来ます。そして一生で一度しか会わないかもしれない。一生で一度しか会わないお客さんに対しても、その、なんて言うんでしょうかね、瞬間って言いましょうか、その出会いを非常に大事にして、その一緒に一度しか会えないという、そういう気持ちで、お茶を入れるということですね。つまり客をもてなすということですね。で、佐藤というのはですね、千利休という人が、システム化したというか、ですけど、千利休がクリスチャンかどうかは知りません。でも千利休の七人の弟子がいます。その七人の弟子のことを七鉄と言います。七鉄だと思います。その七人の千利休の、はい、リュビさん、おはようございます。太陽さん、おはようございます。七人の千利休の弟子の半分以上はですね、なんとキリシタン。キリシタンというのはクリスチャンのことなんですけど、花さん、おはようございます。なんとなんとなんと千利休の7人の弟子の半分以上ですか、4人以上ということでしょうね。4人か5人か、ちょっとですね、虫除けを忘れました。すいません、ちょっと失礼します。虫除けを用意して、こういう虫除けでですね、蚊に刺されないようにですね、ちょっとごめんなさいね、これをつけて準備が悪くてすみません。千利休がクリスチャンかどうか分かりません。しかし、千利休の七人の弟子がキリシタンということは、千利休もクリスチャンじゃないかと思わされますが、その、七鉄のうちの一人の山の上宗次という人がいます。その山の上の宗次という人が一期一会という言葉を言ったらしいです。
マルコさん、私も昨日そのメッセージを受信しました。神様は同じメッセージを送ってるんですね。そうなんですよ、聖霊様はですね、同じ聖霊様です。ですから聖霊様を持っている方は同じメッセージを受け取ることがあるんですね。不思議ですよね。同じ御言葉、同じ思い、そういうことがあるんですよ。不思議ですね。マルコさんと同じメッセージを受信しました。ですから茶道はキリスト教的な考え方が入っていると思います。明智光秀はクリスチャン、あ、そうですか。明智光秀はクリスチャンですか。あの細川ガラシャ、あの細川忠興という人の妻は細川ガラシャで、クリスチャンというのは有名ですよね。足立さん、おはようございます。そしてですね、皆さん、なんと、茶道でですね、あの濃茶っていうのがありますよね。こう回し飲みする、その茶碗を回し飲みするのはありますよね。あれまさにですね、生産式なんですよ、皆さん。茶道のですね、濃茶、茶碗の回し飲みっていうのは生産式。生産式は基本的にはこのカップを回し飲みするんですね。そしてですね、この服、名前ちょっと忘れましたけど、この服、布がありますよね。その布のですね、畳み方とか、そういうのがですね、カトリックの、まあ、生産式の布と、茶道の生産、濃茶の、その畳み方が非常に似ているんだそうですね。まあ、そういうわけで、茶道というのは、隠れキリシタンが、内緒で行っていた生産式の可能性があります。で、実はですね、皆さん、で、実はその一期一会 に、似たですね、一期一会に似た御言葉があるんですよ。どういう御言葉かというと、それはヘブルの 13-2 かな、13-2 なんですけど、なんて書いてあるかというと、旅人をもてなしなさい、旅人をもてなしなさい、そしてある人は、旅人をもてなしたら天使だったと、ね、旅人をもてなしたら天使だったという証にもたくさんありますよ。ね、何か助けられたりなんかしたら天使だったという。ですから私たちは知らず知らず、時々天使に会ってるかもしれません。でもそのヘブル 13-2 で言ってるのは、ね、誰であれということですね。誰であれ、もてなしなさいということです。つまりそれは、旅人ですから、ずっと一緒にいる人ではないですよね。その時一回かもしれません。旅ですからね、旅の途中ですから、まあ、その時しか会ってないかもしれません。つまり、ずっと会わない人だとしても、もてなしなさいという御言葉が、ということはまさにそれは一期一会の御言葉と言えるでしょう。一期一会の御言葉、つまり私たちは、旅人をもてなすということは、一回しか会わないような人に対しても、優しく親切に、するということです。つまり隣人を自分のように愛する、自分が、隣人を自分のように愛する、まさにそれが一期一会だよということですね。ですから山の上宗次という、奈良鉄の一人は、クリスチャンだったと考えられます。まあ、わかりません。その人が、まあ、聖書の考え方、つまり、旅人をもてなすという意味では、まさに茶道はそこから来たかもしれませんね。茶道の根本的な精神、
それは聖書の、旅人をもてなすという、そこから来てるかもしれません。推測ですね。ごめんなさい、推測です、すいません。でも、佐渡の考え方は非常に、クリスチャン的ですね。クリスチャン的です。一つの考え方は、茶室がありますね。茶室に入り口があります。でその入り口は狭いんですね。狭い、それはまさに狭き門ですよね。神の国に入るのには、狭い門だとあります。そしてそこを入るときですね、侍が入るときはですね、この何ですか、名前忘れちゃいました。ここに侍がつけてるのあるでしょ。あれを外すのかな。そして、刀を外さないと、刀を刺したままですね、その茶室に入れないんです。ですからこのね、これを取って、ちょんまげはまあしょうがないですね。刀を抜いて、それでこれを取ってですね、そしてこうくぐってね、侍っていうのはプライドの塊ですからね、プライドの塊ですから、こう自分の頭を下げてね、こう自分の頭を下げて茶室に入る。まさにこれは信仰を表します。信仰というのはね、そのプライドを捨てて、プライドを捨てて、へり下って、神の国に入ります。まさに、茶室の入り口は信仰を表すんですね。そして初めて茶室に入ります。そして、茶室に入ったらば、そこで、生産式をするということですね。そういうわけで皆さん、佐藤というのは、キリスト教の、考え方が入っていると思います。彦さん、茶道をやったら天国に行けるんですか？茶道をやったら天国に行けるのではありません。茶道の中に、クリスチャンの、考え方、あり方があるということですね。茶道をしたら天国に行けるということではありませんよ。しかしその、狭き門というのはイエス様を信じるということです。つまりイエス様を信じるためにはプライドを捨てなきゃいけません。多くの人がイエス様を信じれない理由はプライドを捨てれないからですね。多くの人がですね、信仰を持てないのはプライドを捨てれないから、プライドを捨てれないからイエス様を信じれないとも言えるでしょう。また頭を低くできない、つまり、このある意味では悔い改めでしょうかね。悔い改めなければ、茶室に入ることができない。頭を下げる、なかなか人間って頭を下げたくないですよね。頭を下げる、それは自分が間違ってた、自分は正しくない、罪を犯した、そういうことを認めてこそ頭を下げれるのではないでしょうか。プライドを捨てても信じれない、プライドを捨てれない。そうですね、神様はですね、私たちを砕きます。いろいろ人生には試練がありますね。なぜこんな試練があるんだ、なぜこんな辛いことがあるんだ、それは私たちを砕くためですね。私たちが自分でプライドを捨てれないので、自分でプライドを捨てれないので神様が、プライドを取ってくれる。私たちが失敗したり恥をかいたりする中で、私たちは神様が私たちの、プライドを打ち砕いてくれます。
そういう意味で試練の時喜びなさい、試練の時喜びなさいというのはそういう意味ではないでしょうか。サミヤさん、おはようございます。ジュビさん、私は間違っているが世間はもっと間違っている。その通りですよ、リュービさん。リュービさん、聖書もそう言っています。聖書もこの世は、暴虐に満ちている。すべての人は罪がある。ですから、リュービさんの言っている通りです。試練とサタンの仕業の違いを教えてください。試練のサタンとの仕業。神様はサタンの仕業を用いて試練を与えます。神様はサタンの仕業を用いて試練を与えます。あ、ヒトラーのことは私さん、日本の文化にもキリスト教が関与してるなんて初めて知りました。すごい。いや、たくさん入ってると思いますよ。日本の文化の中に、キリスト教の文化たくさん入ってると思います。例えばですね、どんなことがあるかな、もちろん日曜日休みっていうのをキリスト教の文化ですね。日曜日休み、これはキリスト教の文化です。それからあと何があるかな、ですね、キリスト教の文化、2019年、ね、西暦ももちろんキリスト教の文化です。それからの自由とか言論の自由、これもキリスト教の文化ですね。知らないところにたくさんキリスト教の文化が入っています。キリスト教を広めている善人にも罪はあるんですか。私さん、私たちはもともと罪人です。しかしイエス・キリストを信じると義人とされます。ですからクリスチャンはもはや罪人として歩んではいけないんですね。私たちは義とされたので義人として歩まなければなりません。ですから私たちは、まあ、その義人とされても、まあ、罪の性質は残っていますよね。不完全です。そういう意味では、まあ、罪人と、まあ、罪人と言うと誤解がされるので、元罪人で今は義とされていて、しかし罪の性質がまだ残っている、不完全と、そういう言い方が正確かもしれませんね。ダラクさん、おはようございます。大石さん、おはようございます。彦さん、なんで生まれてきたばかりで罪があるんですか。何の罪ですか。罪というのはですね、何と言ったらいいでしょうかね、まあ、罪を理解するということはとても大事ですね。いろんな言い方があります。愛がない神の愛がない、まあ、それは罪人と言えるでしょう。生まれながらにして私たちは神の愛がない。生まれながらにして自己中。生まれながらにして責任放棄。神様と遠く離れている。神様の御心に反している。まあ、それが罪なんですけど、なぜ生まれながらにして罪とか、それは罪人の子供は罪人と言おうと私説明します。犬の子は犬、猫の子は猫、猿の子は猿、罪人の子は罪人というふうに説明します。
劉備さん、生まれたことが罪じゃないですよ。生まれることはいいことです、ね、生まれてくることはいいことですが、ただ罪人として生まれてくるということですね。生まれたことは罪でも何でもないです。牧師のお孫さんは罪人ですか？その通りです、その通りです。天使のような赤ちゃんも悪魔なんですね。悪魔ではないんですね。悪魔ではないけど、悪魔の心を持ってると言えるでしょう。人の子も人ですね。人の子も人です。人間は死ぬまで完全になれないのでしょうか。私たちは信仰によって限りなくイエス様に近づくことができます。でも私たちは、イエス様になることはできません。イエス様に近づくことはできます。私たちは、死ぬまで、ね、死ぬまで成長ができます。まあ天国で成長できるかどうかちょっと分かりませんが、少なくともこの地上では成長できます。牧師も悪魔の心を持っているの。私たちは基本的には義とされています。基本的には神の子になりました。私たちは信仰によって歩みます。しかしだからといって私たちは罪の性質がなくなったわけではありません。私たちは、罪が許されていたとしても罪の性質を帯びてます。ですからサタンが誘惑してくるわけですね。サタンが罪を犯すように誘惑してきます。私たちはその誘惑に立ち向かわなければなりません。クリスチャンもサタンに騙されてまた罪の中に戻ってしまうことがあります。私たちはせっかく救われて、せっかくイエス様の血によって清くされたんですから、私たちは清さを保つ必要があります。もうこの世の汚れに戻ってはいけません。この世の生き方、この世の考え方に戻ってはいけません。欲で生きる生き方、罪で生きる生き方に戻ってはいけません。私たちはせっかくイエス様に選ばれて、イエス様の愛を知ったんですから、天国の前味を味わったんですから、ね、天国の前味を味わったんですから、私たちは、この信仰で歩む必要があります。神の愛のうちを歩み、信仰で歩み、真理で歩み、光の中を歩む。聖書はそう、主張しています。真理のうちを歩みなさい。愛のうちを歩みなさい。光の中を歩みなさい。私たちはイエス様によって救われたんですから、その救いを感謝して救いを保とうではないでしょうか。星に願いをしたら叶うでしょうか。いやいやいや、ジデオンさん、星は星です。星は石の塊です。石に祈っても何の意味もありません。ジゼルさん、すいません、この世を否定しないでください。この世で誠実な方はいます。撤回してください。ジゼルさん、それは私の考え方ではないのです。私の考え方ではなく、聖書の考え方です。聖書が言ってるんです。この世は暴虐に満ちていて。神様はこの世を滅ぼす。神様はこの暴虐で満ちた世界を滅ぼすと。聖書が言ってるんで、私が言ってるわけではありません。ですから、私たちはこの世と共に滅ぶのではなく、イエス・キリストを信じて救われなければならないということです。誰でもイエス・キリストを信じるならば、十字架の血潮のゆえに罪が許されて、滅びから救われるのです。それが聖書の考え方です。
ては聖書を書いた人が間違った解釈をしています。聖書全体のメッセージがありますね。聖書全体のメッセージですから、聖書の考え方は一貫しています。一貫しています。この世は、その神様に反逆しているという考え方、しかしその罪を許すためにイエス様が十字架にかかったということ、これは聖書一貫している教えです。門下さん、イエス様から救っていただいたので救いを保ちたいです。イエス様からもっともっと解放していただきたい。アメン。その通りです。イシゴンさん、ありがとうございます。そうです、私たちはもっともっと解放されることができます。もっともっと、もっともっと私たちは真理を知ることができます。私たちはもっともっと、もっともっと、イエス様に近づくことができます。ハルクさん、いえいえ、聖書は、神様の、言葉です。聖書は神の言葉です。証拠があります、証拠があります。聖書にはいろんな予言があります。いろんな予言があります。その予言がことごとく成就してるんです。ことごとく成就しています。イエス様に対する予言はことごとく成就しています。またこの終わりの時代の予言も成就しています。1948年、イスラエルが再建したことも予言の成就です。1900年経ってまたある国がもう一度できるなんてことは奇跡以外でも何でもありません。そして今世界中のユダヤ人がイスラエルに戻ってる、これも予言があります。今年もたくさんのユダヤ人がイスラエルに戻ります。アリアって言うんですけど、アリア、帰還ですね。これはまさに聖書の予言が成就してるんです。今イスラエルが繁栄していることも予言があります。ものすごい、まだイスラエルは再建して70何年ですが、イスラエルはものすごく繁栄してるんですね。とても繁栄しています。小さい国ですか、ものすごく繁栄しています。イスラエルの周りの国はみんな、めちゃくちゃになっています。トルコ、イラン、シリア、イラク、ね、周りの国はめちゃくちゃになっていますが、イスラエルだけが繁栄しています。これは、まさに聖書の予言の成就であり、そしてこれは奇跡です。奇跡です。韓国に輸出規制をしている、私は反対ですね。輸出規制に反対です。隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさいとあります。私たちは、その韓国がしていることを、ね、に、復讐してはいけません。韓国が、徴用工問題で日本を訴えているのは私は、正しいと思います。ひどいことをされて、もちろん韓国は日本を許さなきゃいけません。韓国は日本を許さなきゃいけませんが、しかし日本がまたそれに対して復讐してはいけません。復讐に対して、ね、韓国が復讐しているかもしれません。しかし日本は復讐してはいけません。ぜひ皆さん、復讐と復讐が、ね、お互いに益とならないことは誰でもわかるでしょう。イエス様の教えは許しなさい、復讐してはいけないということです。復讐しても日本のためにはならないのです。北朝鮮は愛せないでしょう。そんなことはありません。
私たちは北朝鮮を祝福しなければなりません。金正恩は独裁者で、金正恩は人殺しです。でも私たちは彼を憎んではいけません。彼のために祈り、また北朝鮮の人々のために祈る必要があります。私さん、日本にとって韓国は隣人なのだから、もっと仲良くするべきだと思う。その通りです。はい、タイトルに戻りましょう。一期一会、一期一会、それは聖書のヘブル人の13章2節から来ていると、仮説です。茶道がキリスト教の影響を受けているならば、聖書の考え方が一期一会という言葉になってもおかしくはないと思います。私たちは、旅人をおもてなしなさいという命令を受けています。そして、場合によっては天使をもてなすことになるかもしれないと書いてあります。そして私たちは隣人を自分のように愛する、隣人を自分のように愛する、私たちは敵であっても愛しなさいとあります。嫌いな人、嫌な人、どうしてそういう悪い人を愛さなきゃいけないんですか。それは、人間はそもそも神様に似せて作られた存在、人間は神に似ているということですね。しかしその、悪いことをしている人も神の愛に触れて悔い改めてイエス様を信じれば神の子になるんだ。どんな人も神の子になることがあり得るということですね。だとすれば、私たちは今は悪い人であったとしても、今は悪い人かもしれないけど、もしかしたらイエス様を信じて神の子になるかもしれない、もしかしたら兄弟姉妹になるかもしれない。だとするならば、私たちはまだその人が、兄弟姉妹じゃないとしても、兄弟になる可能性があるならば、兄弟姉妹として、対応することはいいことではないかと思います。人間は愛されて嫌な人はいないでしょう。人間は優しくされて嫌な人はいないでしょう。私たちは神の子です。悪い人に優しくすることは悪い人に優しくすることはとてもいいことだと思います。桃花さん、一生に一度しか会わない人を愛し、もてなすのは神の愛に似ていて、一期一会は大好きな言葉です。隣人を愛し、一期一会で生きていきます。一生に一度しか会わない人を愛し、もてなすのは神の愛に似ている。アメン。まさにその通りですね。敵を愛します。敵を許します。素晴らしい。優しくしましょう。皆さん、この世の問題は人を愛さないことじゃないですか。この世の問題は、憎み合ったり傷つけ合ったりすることじゃないですか。だとすれば、その反対をすればいいのです。その反対をするんです。憎み合うことの反対は愛し合う、傷つけ合うことの反対、それはもてなし合う、ね、悪口を言い合う、それは、励まし合う。まさに皆さん、それができないのは罪のせいだということです。それができないのはイエス様と関係がないからだということです。イエスキリストを信じるというのは、皆さん、イエスキリストを信じるというのは初めて人を愛せるようになるんです。本当です。イエスキリストを信じなければ愛せないんです。誰も愛せないんです。神の愛で愛せないんです。イエスキリストを信じて初めてその人は神の愛を受けて、神の愛を知って愛せるようになるんです。ですから、とても大事なんです。
イエス・キリストを信じることは神の国に入ることであり、神の愛で愛せることであり、世の中が変わることであり、世界が変わることであり、日本が変わることであり、皆さんの人生が変わることなんです。それほど大きなことなんです。ものすごく大きなことなんです。ものすごく大きなことなんです。皆さんがイエス・キリストを信じると皆さんの人生が変わります。皆さんの家庭が変わります。社会が変わるんです。社会が変わるんです。今日から一期一会やってみませんか。今日から、一期一会を始めましょう。今日の放送を見て、ああそうだった、私は、人に対してもてなさなかった、人に優しくなかった、これからは、一期一会、隣人を自分のように愛そう、隣人を自分のように愛そうと、そのように決心する人、アメンと言ってください。アメン。これから隣人を自分のように愛して、神の愛で歩み、人間関係の喜び、人間関係の喜びで生きていこう。一時的に憎まれても、一時的に悪口言われても忍耐しよう、許そう、脅されても、罵られても、許して、愛で対応していこう。きっとイエス様がそこに奇跡を起こしてくださる。アメン、アメン、アメン。素晴らしいです。アメン。天のお父様、感謝します。日本にはキリスト教の影響も受けているでしょう。聖徳太子が和音を持って尊しと言いましたけど、それもキリスト教の影響ではないかと思われます。和を持って尊し、それは、日本人の知っている考え方です。しかしそのためにはイエス様を信じなければ和が実現しません。平和の和、令和の和、それはイエス・キリストを信じて実現することです。多くの人はイエス様を信じないので、それが実現できません。愛せません。平和を保てません。それは罪のゆえです。罪のゆえに人を愛せない。罪のゆえに平和を作れない。しかしイエス様を信じると、そこに本当の平和、本当の和解ができます。そこに素晴らしいことが起きます。日本人はもうすでに、知っています。日本人がイエス様を信じることによって、その考え方が成就することを体験します。今アーメンと言った人たちがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて一期一会を実行することができますように、隣人を自分のように愛することができますように、素晴らしいことが起きます。神の愛によって素晴らしいことが爆発的に起きます。どうぞイエス様、アメンといった方々の人生が変わりますように、心が変わりますように、家庭が変わりますように、すべてのことが変わりますように。祝福してください、祝福してください、祝福してください。どうぞ彼らを祝福して、そして日本が変わりますように、世界が変わりますように、社会が変わりますように。あなたの栄光を表してください。あなたの栄光を表してください。十字架の栄光です。十字架の栄光です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、和をもって尊し、皆さん知ってますよね、聖徳太子の言葉。でもそれはイエス・キリストを信じて初めて成就します。イエス・キリストを信じて、平和を作れます。本当の平和、イエス様こそ平和の君、
イエス様こそ平和の君です。イエスキリストを信じることによって心が平和になり、社会が平和になります。私たちの心が平安になります。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を、一期一会の一日を。シャローム、シャローム。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。